キング&プリンスの永瀬廉が主演を務める、7月24日スタートの日本テレビ系新日曜ドラマ、新信長後期、クラスメートは戦国武将、毎週日曜夜10時30分のキャスト陣が、続々と誕生日を迎えている。永瀬廉主演、新信長後期、クラスメートは戦国武将。本作は、誰もが知る戦国武将のクローン高校生たちが集結したとんでもない学校が舞台。強烈な個性を持った英雄たちが15歳の高校生となって、学園の天下統一を目指してしのぎを削る、青春ありの、戦ありな学園天下取りエンターテインメント。ある、主人公、織田信長役には永瀬、クラスで唯一武将でない女子高生で学級委員長も務める草壁雅役には山田杏奈の出演が決定している。さらに、西畑大吾、なにわ男子、三浦翔平、満島真之介、小沢誠悦らの出演も発表され、豪華な顔ぶれが15歳の戦国武将を演じることに期待が高まっている。満島真之介&三浦翔平ら誕生日迎え祝福。そんな本作品に出演する豪華キャストがクランクイン直後から相次いで誕生日を迎え、クランクインして間もない5月末から、撮影現場ではバースデーサプライズラッシュが続いている。5月30日に誕生日を迎えた満島を皮切りに、小沢、三浦、犬飼敦弘、駿河太郎、片岡久道ら特進クラスのメンバーたちの誕生日が続く。撮影現場では、共演者、スタッフが誕生日を迎えたキャストを囲んで本当の学校さながらに拍手、祝福の声が送られて盛り上がりを見せる。ある、特進クラスのメンバーの中で最年長である徳川家康役の小沢は、ありがとうございます。無事48歳になりました、と、はにかみながら挨拶。そして、15歳の役をやれて嬉しいですわら、一生懸命頑張ります、とドラマへの意気込みを語ると、教室に揃った武将たちからの盛大な拍手で祝福された。それぞれが誕生日を迎えて、実際の年齢としては、高校生からは離れていくキャストたちが、本作品で果たして高校1年生としてどのような芝居を見せるのか。間もなく開幕する、これまでに誰も見たことがない学園天下取り合戦に期待だ。Thank you.